ちら左に曲がったこの右側が PCR 検査受付って書いてますね。そしてちょっと光ってて見づらいかな、こちらが検査キットですね。ということで PCR 検査の結果がやってまいりました。結果はこちらです。サワディーカップ、こんにちは、のぶです。本日はこれから PCR 検査行きたいと思います。で、なんかこんな明るい感じで話題ではないんですけれど、今ですね、詳しいお話は PCR 検査に行って結果が出た後、ちょっと詳しくお話しさせていただきますけれど、沖縄県で新型コロナウイルスの今、オミクロン株っていうんですかね、そちらの方が流行しだしたっていうことで、沖縄県在住の人を対象に、今無料で PCR 検査が受けれるって、特に条件がなくて、オミクロン株に不安を感じている方っていう条件だけで、無料で PCR 検査を受けることができるようになってます。どういった形で予約とかですね、どういった形で実際の検査などをしていくのかっていうのをちょっと僕自身わからないので、実際に検査を受けてみたいと思います。そしてなんかあんまり聞いたことがない場所で、今、上がり浜の公園の駐車場にいるんですけど、上がり浜のキラキラビーチ、西原キラキラビーチのすぐそばにあるなんか研究所みたいなその会社の名前でですね、そちらの方で PCR 検査を受けたいと思いますので、今から行ってみたいと思います。それでは公園を出ていきたいと思います。今、キラキラビーチの公園の駐車場だったんですけど、本当にすぐそばでして、地図で確認したところ、この左前方に森永の工場見えますかね。森永の大きな建物があるんですけど、そちらを過ぎたところにあるのが会社みたいです。ちょっとそちらの方に行ってみたいと思います。こちら左に曲がったこの右側が PCR 検査受付って書いてますね。それでは行ってきます。それではもう駐車場のすぐそこに、さっき見えたかな、PCR 検査受付っていうのがあったので、そちらに行ってみたいと思います。ということで車の方に戻ってきましたが、検査キットと申込書をもらって説明受けて、車の中でゆっくりと書いて唾液を取ってまた渡してくださいっていうことです。そしてちょっと光ってて見づらいかな、こちらが検査キットですね。こちらの下の方なんですけど、でかいけどこちらの下の2ミリのとこですね、一番下の線のところまで唾液を入れて持ってきてくださいっていうことでした。そしてここにちょっといろいろ書かなきゃいけないので、いろいろっていうほどじゃないですけど、こちら書いて持っていきたいと思います。ということで一通り記入して、こちら唾液もちょっと閲覧注意ですね。一応指で若干隠してますが、こちら唾液も抽出して持っていきたいと思います。ということで唾液の検体の方っていうんですかね、そちらの方を持っていきました。一応問題なければ、順調にいけば4時か5時ぐらい、もう即日結果が出るようです。それでは結果の方待ちたいと思います。ということで PCR 検査の結果がやってまいりました。結果はこちらです。ということで、めでたくっていうのかな、無事っていうのかな、問題なく陰性でした。実際に PCR 検査行ってから今数日経ってるんですけれど、今回こちらの動画はですね、無料の PCR 検査が始まったっていうことで、その無料 PCR 検査がどういったものかっていうののご紹介になります。もちろん今の沖縄県の状況が悪くなってきたって、それ合ってますかね、その表現は。そういった状況なので無料の PCR 検査が拡大されたんですけど、実際に検査に行ってから、それからさらに良くない状態になってますが、そういった状況はですね、すいません、僕のコメントは差し控えさせていただきます。ちょっとそれは横に置いといて、今回はこの PCR 検査の無料検査っていうものがどういったものだったのか、そしてどうやって申し込むことができるのかっていう情報としてお伝えさせていただきたいと思います。それでは次にですね、ちょっとホームページの方でどういった検査機関があるのかっていうのと、どういう感じで申し込みしていくのかっていうのを、実際に申し込みしていく手順ですね、そちらの方を確認しながら見ていきたいと思います。こちらは沖縄県のホームページですね。沖縄県の政府でいいのかな？沖縄県庁、沖縄県のホームページになります。ちょっと刻々と状況が変わっていて、あとスマートフォンで見てるのと PC で見てるの、見た目違うかもしれませんが、注目情報とかですね、こちらに一般無料検査についてっていうのがありますので、こちら見ていただければわかると思います。一般無料検査についてということで、無料検査の対象地域は沖縄県全域になってます。そして対象者は県内に居住し、オミクロン株など感染拡大に不安を感じる無症状の県民。重要なのは、これ米にもあるのかな。無症状の方が今回のこの無料検査の対象となります。そして実施期間は現状ですと令和4年2月6日までになります。そして先ほど言った無症状の県ですね。米印にありますけど、症状のある方は医療機関受診してください。そして受診に関する相談はコールセンターにお問い合わせくださいということです。あとですね、陽性者との接触者は接触者 PCR 検査で対応しますので、そちらでよろしくお願いします。願いしますということで、先ほども言ったようにオミクロン株感染拡大に不安を感じる無症状の県民がこちらの無料の検査は対象となりますので、その点ご注意ください。実際ね、検査のところで書く用紙があったと思うんで、紙があったと思うんですけど、あちらにもですね、症状はありませんか、発熱もあったかな、そういった確認事項がありました。実際に症状のある方は今回のこの無料の検査は、僕が言った無料の検査の方は繰り返して言いますが対象となってませんので、その点ご注意ください。そしてやっている実施期間はですね、こちらの PDF を見ていただくと分かります。こちら PDF のリンクをクリックします。そうするとここにバーっと一覧が表示されてます。ちょっともうちょっと拡大しようかな。こういった形で表示されております。上が那覇市、そして名護市、宮古島市。宮古島市もなんかやっている期間としては結構量がありますが、そして石垣市、北谷町、西原町、久米島町ですね。こういったところでやってます。離島っていうのは大きな離島でしかもちろんやっぱりやってませんけど、離島の方も本当に来て PCR 検査を受けることはできますが、まあ離島の方は離島の方がいろんな対応してるかもしれませんので、そちらの方で確認した方がいいかもしれません。そして僕が受けたのはこの西原町ですね。西原町のこちら株式会社南西環境研究所の方で受けました。ちょっと僕が実際に申し込んだこちらの方を確認してみましょうか。こちら電話連絡でも受け付けてます。多分あちらの僕が行った駐車場の受付のところで電話対応してた感じがしましたけど、まあ実際のとこ分かりませんけど、そんな雰囲気もしましたが、電話での申し込みもできます。もちろんネットでは24時間対応してます。僕はネットで申し込みました。それではちょっとネット申し込みの方を確認してみましょう。そしてちょっと実はこっち分かりにくいのがですね、分かりにくいっていうか、実はホームページがスマホに対応してなくて、これ今横で見てるのでまだ見えますけど、縦で見るとめちゃめちゃ見づらいので、その点注意してください。多分更新、さらにお知らせが来てなければ、お知らせの一番トップのところに PCR 検査無料のお知らせというのがあるので、こちらをタップするとこちらの検査について出てます。検査開始についてということで、来所検査の受付および郵送検査も行ってるんですね。そしてこちらにも書いてますけど、発熱および味覚症状がある方、濃厚接触者は弊社の PCR 検査は利用できないので医療機関に受診をお願いします。まあ何回も言われますが、こういった形になります。そして PCR 検査無料について、一般無料検査対象者は先ほども言いました、沖縄県内に在住しオミクロン株拡大に不安を感じる無症状の方、12歳未満も含みます。そして検査費用は0円になります。一般無料検査期間は12月27日から2月6日までです。そしてですね、証明書、ちゃんとした証明書が必要な方は手数料1000円になります。あと企業団体の方は PCR 専用ダイヤルにお問い合わせくださいということです。そして予約はこちらということで、こちらから予約しました。こちらの方をちょっと確認してみましょう。こんな感じで非常にシンプルな内容ですね。そして下に2月7日以降か、2月7日以降が4500円かかる検査のようですが、今現在は0円で対応いただけます。それでは予約するをちょっと見てみましょう。こちら予約の画面ですね。そして検査の方法はリアルタイム RT-PCR 法ということで、唾液の検査のことを言うのかな。まあ僕が受けたのは唾液の検査でしたけど、こちらの方を申し込まさせていただきました。あんまりちゃんと読んでませんでしたが、接種前10分は飲食、歯磨き、うがいはお控えくださいって書いてますね。まあうがいはしてない、飲食もしてない、飲酒って言いましたかね、さっき。飲食はお控えくださいということでしたけど、飲食はしてないですね。大丈夫です。そして検査結果の連絡ですが、入力いただいたメールアドレスに来ました。そして午前中受付分は当日21時までに到着しました。実際に来たの夕方6時ぐらいだったかな。しっかりと当日に結果は受診することができました。検査の内容はこういった内容になります。そしてこの下にですね、日付があって、今動画撮影しているのは6日の木曜日なんですけど、こちらの検査期間、これ一応8日の土曜日は×になってるので予約受け付けてたんだと思いますが、基本的には土日祝は多分お休みだと思います。そしてですね、結構やっぱり検査埋まってきていて、今日の朝見た時点では12日は多分丸になってたと思うんですが、もうすでに13日からしか予約できないですね。他にも検査期間はあるので、他の検査期間と比べて早い検査を受けたい方は他の検査期間も見ていただいた方がいいかと思います。こちらの検査期間の予約方法ということでちょっと見ていくと、こちらの日付を押して、そして時間ですね、時間の方を選択しますが、これ午後はやってなかったのかな。そういえば午後は書いてないんで、午後はやってないのかもしれませんね。そして時間をタップすると、こういった形で時間と日付ですね、出てきて、オプションで証明書が必要な方は1000円です。何通必要かっていうのを入力します。0通でよければ0通で入力します。そして連絡先を入力ということで、こちら名前とかメールアドレスね、電話番号、市町村、住所などを入力します。そしてここからですね、先ほどの無症状っていうのが条件なので、その辺の一応確認事項があります。発熱症状3日以上続いているかどうか、味覚または収穫に異常の症状があるかどうか、どうか、過去2週間の間に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触の疑いがあるかどうか、あと過去2週間の間に海外へ渡航したかどうかっていうのを確認事項があります。基本的には全てをいいえで答える方が今回のこの無料の PCR 検査の対象者となりますのでお気をつけください。ちょっと他の検査機関も見てみましょうか。無料検査機関の一覧に戻ってきました。 PDF の方に戻ってきましたが、中部で受けやすいのは多分この北谷町にある沖縄 PCR 検査センターですね。アメリカンビレッジのスターバックスがある観光協会があるところの上に確かあったと思うんですけれど、こちらの方もちょっと見てみましょう。ネット申し込みをタップします。こちらが新型コロナ沖縄 PCR 検査センターのホームページです。そしてこちらは通常は3000円で受けれる検査になるのかな。会社によって結構値段が違うのが面白いですよね。今回は無料の対象になっていれば無料で受けれますので、その点は安心してください。そしてこちらかな、こちら雲地とか他の場所ですね。朝取り間のかな、こちらのいろんなところで受けれる検査センターが出てますが、受けたい検査センターの場所をタップして、今回先ほど言った北谷町北谷店を押します。沖縄 PCR 検査センター北谷店ということで9時から16時までなんですね。定休日なしっていうことで土日で受けたい方はこちらがやっぱり最優先になりそうですね。そして決済方法は現金のみとなってますが、今回は無料で受けれるので問題ありません。書いてますね。沖縄県内にお住まいの方は無料で検査が可能ですとなっております。そして申し込みはこちらとなっていて、こっちは接種前30分は歯磨き、うがい、飲食などはやめてくださいって書いてますね。そして来店予約ということで、無料 PCR 検査の方はこの上ですね。北谷町民の方限定って書いてるけど、北谷町民じゃなきゃダメなのかな。こちら北谷町民限定じゃなくて通常版ですね。こちら見ましたか。こちらで良さそうですね。こちらに書いてますが、沖縄県内在住の方は無料で検査可能です。当日受付時に本人書類の提示をお願いします。予約時は3000円の表示になりますがご安心くださいとなっているので大丈夫ですね。こちらで大丈夫です。そしてこちらの写真見ていただいたら分かりますが、北谷のやっぱり観光協会の上ですね。こちらに今できております。そして予約スケジュールをタップするとこちらに出てきて、日時の追加どれぐらいの状況かな。こっちも結構やっぱり混んでますね。14日以降ですね。やっぱりこちらは土日もやっているので、普段平日お仕事されている方はこちらが優先になりそうですね。例えば15日とかタップして、時間もいろんな時間がありますので、こっちの方がやっぱり検査を受ける日時は結構多い感じがしますね。日時追加で、そして次へで進んで、ここで個人情報ですね。そしてこちらの検査目的ってありますけれど、僕が現地で書いた申込書もこちら項目あったんですけど、検査の目的がイベント、飲食、旅行、帰省など経済社会活動を行うにあたり必要であるためっていうことで、帰省イベントなどがあるのでこちら受けて安心感を持つため、人にうつさないようにするためっていうことで受けるか、2番目が単純に感染不安があるためっていうことですね。そういったものになります。その他っていう項目もあるので、その他であればその他を押していただければと思います。そしてワクチン接種をしているかどうか、接種していなければ接種していない理由なども書きます。この辺の項目は僕は実際に現地で書いた内容と一緒なので、もしかしたらこちらの検査センターは申込書などは現地で必要ないかもしれないですね。僕は実際にこちらは行ってないのでちょっと分かりませんけど、もしかしたら必要ないかなっていう思います。そして次にお支払い情報へ進むですね。ちょっと仮に入力してやってみましょうか。それでは上の方にちょっと個人情報、仮になんでデタラメに書いてますけど、最後まで申し込まないのでデタラメに書いてますが、こちら支払い情報に進みたいと思います。そしたら支払い情報に進むで一応3000円って出てますね。別にクレジットで申し込むわけじゃないので大丈夫なのか。そして内容確認へ進む。そして内容確認予約ページということで入力した内容が全部出てますね。そしてこちら僕は現地でやっぱり書きましたけど、検査結果が陽性であった場合は医療機関に受診することを制約しますということで、実際に僕これ現地でサインをしました。こちらはネット上でもうちゃんと同意するっていうのをするような形になりますね。もし陽性だった場合はしっかりと受診してくださいっていうことに同意して予約するっていう形になります。これ予約するボタンを押したら多分予約してしまうので予約ボタンまで押しませんが、PCR 検査センターの内容はこういった形になりますね。一応3000円で出てますが現地払いになるので、沖縄県民の方はこちら0円で大丈夫ですという記載もありましたので安心してください。ということで以上がですね、 PCR 検査に実際なホームページで確認してみました。予約の仕方などちょっと詳細確認させていただきましたがいかがだったでしょうか。結構いろんな形で無料の検査は実施されているので受けた方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、今回無料の PCR 検査を受けてみましたが、意外と簡単だな、手軽だなと思いましたね。 PCR ル検査自体は非常に手軽だなと思いました。一番難解なのはやっぱり予約ですから、僕の時は結構早い段階で申し込んだので、お正月明けすぐ申し込むことができましたけど、今だと結構待ちが出る可能性もありますね。北谷町の PCR 検査センターで13日以降でしたっけ。そして僕が受けた西原町の南西環境研究所かな、そちらの方でも13日以降しか確か予約できなかったと思います。今回の無料検査については沖縄県民の方全体に広がっていることになります。ここはちょっと僕の個人的な意見になりますけど、少しでも不安を感じている方はぜひ PCR 検査を受けて、少しほっとしてはいかがでしょうか。 PCR 検査自体の良し悪しっていうのもいろんな議論があるかと思いますが、今の現状でほっとする、自分自身を安心させるっていう意味でも、今ある手段としては PCR 検査、今無料でしていただいてるっていうのもあるので、無料の PCR 検査かなと思いますので、もし不安に感じている方は一度検査してみてはいかがでしょうか。僕も実際に検査してみて陰性の結果が出て、やっぱりちょっと一安心したかなっていうところもあります。とりあえず検査した時点では陰性だったので、その時点では家族に移すっていうちょっと怖さもなくなりますし、もちろんそれがずーっと持続的ではありませんし、その検査の後もですね、もちろんいろんな行動をしてるわけなので、状況分かりませんけど、一つの安心する材料として皆さん検討してみてはいかがでしょうか。ということで本日は沖縄県で実施されている無料 PCR 検査の方を受けてみましたという動画の方をお届けさせていただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信させていただいております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サワディークラップ、バイバーイ。